こんにちは、シルバードです。今日はですね、ロック式ペグの現行感をお見せしたいと思います。皆さん、ロック式のペグって知ってますかね？これ五島のなんですけれども、後ろにですね、こういった感じでネジがついてます。ここがですね、くるくる回るんですけれども、ここを止めることによってロックされるんですね。ロックされると何が起きるかっていうとですね、ここが閉まるんですよね、この穴が。で、ここを閉めることによって、まあ、チューニングが狂いにくいっていうのもあるんですけれども、巻かなくていいので弦交換がすごくしやすいです。これご覧いただいた通りですね、ここ半巻きというか一周回ってないぐらいなんですよ。なのでくるっと入れてキュキュキュッと回せばですね、弦交換ができるという優れものなので、ぜひですね、皆さんいいなと思ったら変えてみてはいかがでしょうか。まあ、まずは弦交換見ていただけたらなと思います。このロック式ペグの弦交換をやってみたいと思います。五島のですね、こんな感じです。一巻きもされてないですよね。半分ぐらいですね、くるっとなってるだけです。こうですね、緩めます。くるくるくるっと、くるくるくると、ここを緩めるわけですよ。で、緩めるともう取れますね、そのまま。先端がこれだけしかないですからね、これだけ。こちらで指板の汚れを落としていきます。で、これで全体を拭いていきます。じゃあ弦を通していきます。穴に入れて、で締めます。締めてギュッと、こんなもんですね。これだけなんですよ。で、次5弦いきますね。5弦を穴を通して、で、縛ると、締めると、で、巻くと。OK、簡単ですよね。で、これも穴を通すと。スッと入れて、締めて、巻くと。じゃあ2弦はちょっと裏側をお見せしましょうかね。刺して、で、こうなってます。こうなってて、ここをくるくるくるっと止めます。ギュッと、で、巻くと。もうこれだけなんですよ。ピーンと張ってですね、ます、いきますよ。ここにですね、穴に入れるじゃないですか。穴に入れて、で、裏をクックッとクックッと締めると、ギュッと締めます。締めて、あとは
回すだけ。以上です。あとはニッパーで切っていきましょうね。先っちょからプチンとプチンと、プチンと。あとチューニング、オクターブチューニングやって終了。ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。まあ弦交換がですねスムーズにいくっていうのも一つではあるんですけれども、あとチューニングが狂いにくくなるっていうのがやっぱり最大の特徴ですので、まあおすすめですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。